よかったらご覧になってみませんか。おかえりなさい、おかえりなさい、おかえりなさい。またいつでも来てくださいね。よし、シャムロックに勝ったぞ。いや、これだから VRMMO はやめられないんだよな。みんなもお疲れ様。お疲れ様。レインちゃんからの情報のおかげだね。なあ、そうだな。お役に立ててよかったよ。あれ、ごめん、酒場にちょっと忘れ物しちゃったみたい。わかった、ここで待ってるから取ってこいよ。でもレインちゃん、一体どんなやり方でこの情報を知ったんだろう。さあ、まあでも今回シャムロックより先行できたのはレインのおかげだな。そういえばこのブリューナクの奇跡って何の効果があるんでしょうか。使い方はわからないけど重要なアイテムみたいね。実際に使ってみればわかるんじゃないかな。お待たせ。おおかえり。それじゃあ早速峡谷に行って確かめてみよう。手強そうなモンスターだな。ああ、こりゃなかなか骨が折れそうだぜ。みんな準備できてる？はい、バッチリですよ。私もいつでも行けるよ。よし、あいつを倒して先に進むわよ。
何？復活した！こいつは何度でも出現するのか？このモンスター普通に戦っただけじゃ倒せないのか？あ、もしかしたらさっきゲットしたブリューナクの軌跡ってここで使うんじゃない？キリト君、試してみて。よし。おお、モンスターが消えたな。今度こそ倒したんだね。行き当たりばったりだったけど、とりあえず戦ってみて正解だったな。パパ、このボスを倒したのはパパたちが最初ですよ。そうか。よし、今回もシャムロックより先行してクエスト攻略できたぞ。うん、やったね、キリト君。ああ、でもこれってさ、あのセブンちゃんと敵対してるってことになるんだよね。ま、そうだな。でも俺は手加減しないぞ。キーボー燃えてるな。ああ、行くぞ。モンスター撃破だ。パパ、奥の扉が開きましたよ。
これならどうだ。
せてくれ。てっくえ、この程度かすり傷だぜ。頑張って。切れたのか。てい、楽しくなってきたぜ。キリト君、キリト君、無茶しすぎよ。残り体力に気をつけてください。こんな、しまった。はい、回復させる。はっ、マナが切れたのか。マナが切れたのか。マナが切れたのか。こいつはまずいぜ。キルト君、無理はダメだよ。頑張って。もう大丈夫だよ。元気になったよ。これにするね。てっ、まだまだいけるよ。擦り傷だぜ。頑張って。これならどうだ。サンキューな。セイセイテイセイ、こんな、なんだ。これならどうだ。私だってやるときはやるんだからね。回復するぜ。
たせてくれ。切れたの？キリト君に負けないで。このくらいなら大丈夫。頑張って。このくらい問題ないよ。なんの？さて、どう戦うかな。キリト君大丈夫？残り体力に気をつけてください。ありがとう、助かったよ。これでいいわ。てい、それにできるぞ。てい、マナが切れたの？これで決めてやる。なんの？これで決めてやる。お見事。もしこのくらいなら大丈夫だな。頑張って。しまった。マナが切れたのか？しまった。頼りにしてるんだからね、キリト君。元気になったよ。はい、回復するぜ。Take! Take! 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 Take!
傷よ。これで決めてやる。で何か動く音がするよ。助かったよ。お見事。
っ！この先に進むとボスがいるな。このままボスに挑戦しよう。そう来なくちゃ。絶対勝つわよ。このボスは手強そうです。強敵なので気をつけてください。これならどうだ。このくらい問題ないよ。
この程度かすり傷だぜ。頑張って。こ体の自由が、ここからが勝負だな。エリカ君、無理しちゃダメだよ。残り体力に気をつけてください。せいせい、これならどうだ。マナーが切れたんだ。もう大丈夫だよ。サンキューな。こんな、こんな、なんだ。これにするよ。これならどうだ。このくらいなら大丈夫だね。頑張って。まあ、こんなものか。こんなの楽勝よ。絶好調だよ。やったー。よっしゃー、クエストクリアだぜ。このボスを倒したのはパパたちが最初ですよ。やったね、キリト。レインの情報は相変わらず的確ですごいな。このクエストを攻略できてるのはまだほんのわずかみたいだ。うん、そうみたいだね。でもレイン、どうやってこんな情報を入手してるの？それは企業秘密？貴様ら、スメラギ、お前たちには悪いけど先に攻略させてもらったよ。ところでそこの貴様、最近注目のトレジャーハンター、確かフィリアとか言ったな。俺たちの動向を把握していたのか。何のこと？まあいいだろう、それも戦略の一つ。シャムロックが提唱するものは、種族が異なるプレイヤー同士の共存だ。競争に勝った負けた程度で俺たちから波風を立てるようなことはすべきではない。それがセブンの望み。あんた、なかなかいいこと言うじゃないか。そういう考え方、俺は好きだよ。貴様に好かれてどうする。あの時街で会った男だな。慣れ慣れしくもセブンと親しげに会話をしていたからよく覚えているぞ。スプリガ、確か名前はキリトだ。キリトだと。なるほどな、お前だったのか。数ヶ月前から圧倒的な速度で ALO 攻略を進めているパーティーがあると聞いたな。そのリーダーの名がキリト。俺たちはギルドでもない、ただの仲良しパーティーさ。まあでもあんたたちシャムロックにしてみれば、俺たちはライバルってやつなのかな。ライバルか、いいだろう。その言葉、宣戦布告として受け取ってやる。なんならここで戦ってみてもいいんだぜ。面白いやつだ。またお前とは相まみえることになるだろう。その時は相手をしてやる。そうか、楽しみにしてるぜ。あれ、キリト、あのセブンと会ったことあるの？あ、いや、早速バレたんだね、キリト。バレちゃいました。
なんでお前独り占めしてんだよ、セブンちゃんとのつながりをよ。俺さ、七色博士の提唱する考え方とかに興味があったんだよ。あの子が提唱するネットワークにおける社会性ってやつをさ、一度面と向かって深く聞いてみたい、そう思ってたんだ。それにあんな小さな子が自分の研究のために妙に大人ぶって必死になってさ、なんだかかわいそうになってきたというか、放っておけないというか。でも最近本当によくセブンさんのファンの方々を見かけます。ファンというか追っかけって言うんでしょ、ああいうの。特に攻略に参加するわけでもなく、まったくあいつら何しに来てるのかしら。まあでもスバルトエリアの難易度の高さはもうプレイヤーの間でも周知の事実だし、熱心に攻略してるのは私たちと上位ギルド数チームだけ。じゃあ今この新エリアにいる大勢の人たちって。あの子の追っかけ、クラスタってことね。そうなのか、残念だな。みんなはもっとゲームを楽しめばいいのに。まあさて、シャムロックよりも先にこの新エリアを踏破しようぜ。あ、いつの間にか奥の扉が開いてるよ。本当だ、行ってみよう。このレバーってなんだろう。ねえ、ここ何か書かれてるわ。これって風の魔法装置の時に書かれていた文字と同じじゃない？確かにそうね、古代文字。ということはこのレバーは気流装置に関係するのかしら。試しに操作してみればいいんじゃない。おい、ストレア！わあ！この音何ですか？おい、宝箱が出現したぞ。気流装置じゃないのか。今夜は何を作ろうかしら。また箱が出てきた。中に何か入ってるよ。取り出してみるか。あっちー！ダメだ、熱すぎて出せねえよ。大丈夫、箱から出さない方が良さそうだね。ねえねえ、これどこで使うんだろうね。熱が関係する場所なのかな。そんなのあったっけ。フィールドにまだ探索してない場所があるんじゃない。見落としている可能性はあるな。調べてみようぜ。
だこりゃ。滝が凍ってるぞ。カチカチに凍ってて、攻撃したとしてもびくともしない感じね。さっき見つけたアイテム、あれを試してみてもいいかな。試してみる価値はありそうだな。どうだ？なるほど、試してみるか。クレイン、よっしゃ、この熱いのを投げ込んでみるぜ。それじゃあ行くぞ。はい、せい。やっぱり滝を溶かすためのアイテムだったんだね。見て、滝の裏に遺跡があるよ。ああ、行ってみるか。